の妖術使いのごとし武将。まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも。明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は、山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには、血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば、川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず、上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは、我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが…戦議の中、失礼いたします。されど、何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが…わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者は…お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。
橋は落とされた。ならば倒れろ、倒れろ。志と指導は山をも動かす。川の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあ、など取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。お見送りしねえなら今のうちじゃ。私らも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃね。こんな楽な役目もねえさ。またねえわ、ケイヌが。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。死ねえ。
もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっちゃう。見送りにせえ。橋は落とされておる。されど、古い金堀のマブを通って。次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中。もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうか、ご無事で。ひどい雨で立ってたんだ。病に倒れちまうぜ。さ、役立たずのクズ野郎が。
ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。あらず者。通さん。止めろ。女をすぐさま離せ。お前この男を死なれ。この男を知られ。
車内敷地。逃げろ。逃げろ。助けてくれ。何もかも取られたとか、何もかもよくも兄貴をやりやがったな。死ね。死ね。どこのお方か存じませぬが、誠にかたじけのうございます。命乞いするなら今のうちじゃ。すでに切った。他の奴らが来る前にここから去るのじゃ。かたじけねえ、かたじけねえ。しようで、しようってやれ。貫く真の像がもう一つあったか。Yeah!
貫く心の像がもう一つあったか。止めようとしたんじゃ。されど。そちはなせることをすべて果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場でどうぞお気をつけて。かたじけない。
賊だ。あっちへ。みんな殺しちまわねえんだ。さだたく殺しちまわねえんだ。さだため様は切り刻んでやる。さあ切り刻んでやる。集い場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、皆待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。命乞いするのは少々だ。目を狙え。くっ、行動を確定
切れ。お前は遅すぎだ。己のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども今や守ることもできわい。父上は、ヨミへの戸に疲れました。村は、導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために、誠心誠意、務める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりもただそばにいてくだされ、それが私の願いです。